うるま市の赤道自治会では去年11月、平和への願いを込めて地域住民がウクライナから避難してきた人と協力して公民館近くの遊休地にひまわりの種をまきました。ひまわりはロシアによるウクライナ侵攻から1年となる先月下旬に満開となり、およそ200坪の畑では色鮮やかな花がまるで黄色い絨毯を広げたように咲き誇っています。ウクライナの国の花でもあり、世界の恒久平和を願うこのひまわりは今月中旬頃まで楽しめそうです。